どうもチームシケータの金子孝明です。今回は、ルミックスの G9 が僕の一押しカメラですっていう話を、しようかなと思ってます。というのもパナソニックのミラーレス一眼の、元々あったマイクロフォーサーズ、フルサイズも最近出ましたけど、マイクロフォーサーズの G のつくシリーズの方の上位機種である GH5と、写真寄りに派生した G9 Pro っていうやつと、さらに動画寄りに派生した GH5S っていう、3台のカメラのファームウェアアップデートが、結構大きいのが先日来てまして、で僕は、この中では GH5S っていうのを、メイン機で今使ってるので、まあ、早速アップデートして、基本的に GH5 と GH5S の動画寄りの2台の方は、まあ、ちょっとした機能が、まあ、追加されて、まあ、オートフォーカス周りがまあまあ改善した。ただ、まあ、海外の方のなんかレビューをちょっといくつか見たんですけど、まあ、そんなにやっぱり劇的には、もともとそんなにオートフォーカスはいい方ではない。あまり評判はそこまで良くない方のカメラなので、まあ、そんなに目に見えるほど改善してないみたいなんですけど、あのオートフォーカスの時もフォーカスピーキングが効いたりとか、まあ、目に見える改善もあったりして、まあまあそのあるに越したことはないものが増えたので、まあ、僕もアップデートしてるんですけど、 G9 のアップデートだけ結構比較すると、これ見てもらえば分かるんですけど、結構なんかやばくて、もともとルミックスの別の G99 っていうこのちょい下ぐらいのカメラが半年前ぐらいに出て、それのレビューというか、分かりやすい比較で G9 と比較した動画を上げてるんですけど、ちょっと カードを出しますね。その時に G9 ってまあ写真寄りの機種だと思ってたんで、僕は基本的に動画やるので動画も結構すごくて、あこれは結構むしろなんかその比較した時に G9 の凄さの方が結構印象に残るというか、今回のアップデートでですね、あの動画の性能がめちゃめちゃ向上していて、まあ、結論から言うと正直 GH5、 無印の GH5 とかその前に紹介した G99 とか持ってる人結構涙目なんじゃないかなっていうぐらい結構改善してて、少しね予算があって今からちょっと動画ちょっとやりたいとか、まあ、動画も写真も結構ちゃんとやりたいみたいな方に結構トップクラスにおすすめできるカメラになったなと思ったので、ちょっと今回は、その涙目といった GH5、 無印の GH5 ですね、 GH5 とちょっと比較してどんだけすごいかっていうのをちょっと説明しようかなと思ってます。まあ、すごく大雑把にもう写真の性能は基本的には G9 はもう基本的にほぼほぼ GH5 より上だとして、もともとねそのアップデート前に GH5 が G9 に勝っている部分、まあ、優れてるなっていう部分をちょっと列挙したのでちょっと言っていきますね。まずモニターの画素数ですね、これが G9 が100万ぐらいで、GH5 が160万ぐらいで、要は GH5 の方がまあ綺麗にあのモニター見やすいっていうことなんですけど、これちょうどあの G9 が GH4、 1個前の1世代前の GH4 っていう僕持ってるんですけど、あのカメラと一緒で、で GH5 が、まあ、これも僕持ってる GH5S とまあ、一緒の画素数なんで、まあ、その比較で言うならば、結構ね、やっぱ違います。もともと GH4 を使ってて、GH5S に切り替えて、まあ、モニター見たときに、結構ね、だいぶ綺麗にというか、結構再現も高くて、すごく見やすくなっていて、これは結構直接描写には無関係なんですけど、まあ、結構でかいところかなと思います。で、次、シネマ 4K が撮れる。これどういうことかというと、両方ね、4K 撮れるんですけど、ちょっと横長の 4K だと思ってください。縦は変わらないで、横長のサイズになった 4K。で、まあ、ちょっと単純に規格の違いみたいなもので、まあ、個人的にそんなに大きい差ではないかなと。まあ、あるに越したことないんですけど、そんなに大きい差ではないと。で、3点目は、10ビット撮影ができるってことですね。で、そのビット数とか、もうこれをちょっと調べてほしいんですけど、10ビット、8ビット違いみたいな感じで調べてもらえれば、出てくるんですが、簡単に言うと、画面の中にどれだけ色彩の情報を詰め込めるかっていうもので、だいたいね、普通のカメラ8ビットなんですよ。結構上のモデルとかは10ビットで、撮影できたりするんですけど、これは編集で色調整を結構がっつりやる人にはまあまあ大きくて、そんなに編集で色を変えないよって人にはそこまで大きくないんですけど、こだわって作品とか作りたい人には結構大きいところで、で G9 はもともと8ビットしか記録できない普通のカメラと一緒なんですよね。4点目、ログ撮影ができると。
のログ撮影についてはまあ前以前の動画とかでいくつか喋ったりしてるんですけど、まあ要はこれも色調整を編集でがっつりやりたい人用にカメラで色をつけないで、あの編集で色をつけるようにあまり色をこうガツガツつけない状態で記録できるような方式だと思ってください。これは GH5 は別途1万払ってソフトウェアアップデートするとそういう撮影ができるようになっていて、 G9 はね、もともとまあお金の問題とかじゃなくてできない、対応してないっていうことだったんですよね。まあこういうところから見てもやっぱり GH5 は動画寄りの基本的にはカメラなのかなっていうやっぱ印象を受けますよね。で5番目、記録時間、動画の記録時間が GH5 は基本的にもうどのフォーマットでも無制限です。ルミックスのカメラって結構これがでかくって、一眼タイプのカメラで動画撮ろうとすると結構なカメラにね記録時間の制限とかがついていたりするんですけど、ルミックスのカメラはだいぶ前からねもうそれを取っ払って無制限で撮れるようになっていたと思うので、これが結構一つ大きいところだったんですよね。ただ G9 はまあ写真機なので 4K60p で撮るときは最大10分、それ以外はまあ普通に30分制限がついていると。ちょっと漏れがあるかもしれないんですけど、大雑把に見たときに、この5点が、GH5 がもともと G9 より勝っているかなっていうところだったんですけど、今回のアップデートでですね、簡単に言うと3と4が、まあ、同様になりました。つまり10ビット撮影ができてログ撮影も可能になってしまいました。いやーこれすごいですね。これがどういうことを意味するかっていうと、まあ、すごく簡単に言うと写真性能もすごい GH5 みたいなカメラになってしまったということですよね。まあ最初に、GH5 を持ってる人涙目じゃないかっていうのはまあこういうことなんですけど、なんかわかりますよね。まあ GH5 を持つ理由の大きいところが、まあ結構潰されたというか、しかもですね、こう追い打ちをかけるように値段も調べてみたんですよ。2019年の11月の末にこれ録画してるんですけど、この時点で GH5 が、新品で比較サイトで 16.5 万。で、中古で 14.5 万ぐらい。で、G9 がですね、新品で12万。で、中古だと10万ということで、いやーと思って、これは、まあ、ちなみに G99 は、新品10万、中古9万で、やっぱり発売した時と、録画した時よりもだいぶやっぱり値段は下がっていて、で、ただ G99 はね、もともと1万払わなくても、ログ撮影できるようになっているんで、まあ、それを必要としている人にとってはもう1万安いと言えるんで、まだあれなんですけど、僕的には繰り返しになりますけど、今から、まあ、写真も動画も両方結構がっつりなんかやっていきたいっていう人が、まあ、少しね、予算も出して、もういきなりちょっといいの欲しいなってなった時に、僕は結構ダントツで G9、フルサイズが絶対いいとかじゃなければ、フルサイズならソニー行けばいいと思うんですけど、まあ、全然そういうのこだわりとかないんだったら、とにかく使いやすくてよく映るようなカメラ、映りの好みとか気にしなければ、もう結構圧倒的に G9 いいんじゃないかな。もう一台サブ機が必要になったってなったら、僕も G9 行くかなって感じになりましたね。すごいなと思って。じゃあ GH5 って完全にオワコンなのかっていうと、まあそういうわけでもなくて、大体の人にとっては G9 買っとけって僕はなりますけど、ね、今から買う場合、どっちか選ぶ場合、それでもね、GH5、選ぶべき人、買っているところの5点目に挙げた記録時間無制限、ここにほぼほぼ尽きるのかなと。僕も今こう結構、僕ちょっと喋りが下手なんで、結構ガーって一気に撮って、間違えたところとかカットして編集して出してるんですけど、やっぱりね、例えば10分ちょいぐらいの動画だとしても、録画時間で結構伸びちゃうんですよ。倍ぐらいになっちゃったりして、まあそれでも30分いかないですけどね。例えば YouTube でがっつり喋る系の動画とかよく撮る人とかは、まあ記録時間気にしながらやるのもね、ちょっとめんどくさいので、まあ無制限にやれる GH5 でも、いいのかなって感じもしますし、なんかお仕事とかでワンオペで2台こう三脚を置いて、1台はもう固定で回しっぱなしで、なんかインタビューの動画を撮るときとかっていう場合は、やっぱり録画時間制限あるとかなりちょっと不安というか、使いにくかったりするしますし、もうとにかくずっと回しっぱなし、僕はまあ関係ないですけど、お子さんのなんかね、行事とかをずっと撮りたいようなビデオカメラに近い感覚で使いたい人なんかは、まあ30分、それでも30分あるんですけど、
まあ、制限あるとちょっと使いにくいのかなっていうのはありますけど、ちなみに G99 も基本的にはその選ぶ基準ってそこと同じで、まあ、GH5 ちょっと高いなって感じる人は同じ目的だったら G99 でもいいと思うんですけどね。っていう以外はもう G9 一択なんじゃないかなっていうふうには思いますね。だから今例えば YouTube とか動画やりたいんですっていう人にね、よく定番になってるカメラがいくつかあると思うんですけど、まあ、GH5 とか α7-3 とか、あと α の APS-C の6000シリーズとかがなんか定番なのかなっていう感じしますけど、それにだいぶ割って入るというか、まあ、値段とか考えると結構 G9 は結構頭一つ僕は個人的に抜けたかなっていう感じはしますよね。すいません、あのなんかオチがつかなくなっちゃいましたけど、まあ、僕持ってないですけど、もう今からね、なんかあのなんかサブ機で使ってる GH4 が壊れたらもうこれ買うかなっていうぐらい G9 はすごくおすすめのカメラになったので、新しいカメラを買いたいなとか、その動画も写真もやりたいなっていう人を検討されるにはすごく僕おすすめなので、ぜひご検討してみてください。はい、マイクロフォーサーズの仲間が欲しいので普及の一助になれば幸いです。はい、もう強引ですけど今回はこれで終わります。チャンネル登録、あとインスタもやってるので、それもよかったらフォローお願いします。失礼します。